はい、どうもマイケル長谷川です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、タイトルの通りですね、ゴルフストレッチ完全版ということでですね、皆さんにやっていきたいと思います。まあ、もうこれまでね、YouTube の動画たくさん上げてきました。例えば側屈だとか前傾キープだとか小屈なんとかいろいろやってきましたよね。やってきてるんですけれども、やっぱちょっとこれ負荷が強いなって内容のものに関してはコメント欄とかにですね、いやこれ意識してもできませんとか、これをやってもそういう形になりません、そういうね、あのコメントとかお声いただくんですよ。これってあの YouTube のコメントだけではなくて、僕のとこにレッスンで来てくださる生徒さんとかもですね、まあやるけどできない、できないっていうのはその方がセンスがないからではなくて、やはりですね、それっていうのはフィジカル、体の部分、正しい形は分かっても、例えば体の一部分が可動域が足りなくて、その代償動作で違う動きになってしまうというようなことってね、結構あるんですよね。ただ僕はゴルフのですねコーチという立場なんで、それって体硬いからですねって言ったらね、もうこれゴルフレッスンにならないんですよね。ですから、まあ一生懸命僕はゴルフレッスンしてるわけなんですけれども、今回はですね、私ではなくて、渋野日向子プロですねの専属トレーナーである斉藤大輔さんにですね、ご協力いただいてゴルフストレッチ完全版作りました。まあ、今回はですね、ゴルフのねストレッチ、まあ、最低限これをだけをしっかりやっておけば絶対良くなるよっていう内容にギュッと凝縮して、作りました。私もね硬いんです、めっちゃ硬いんです、硬いんですけど、これね一緒に斉藤さんとやったら、もう動画見ていただいたら分かるんですけど、かなり可動域はその1時間だけで変わったので、皆さんぜひやっていただきたいんですが、この動画を見るね注意点っていうのを先にお話ししておきたいんですけれども、まず長いです。皆さん長いんで心して見てください。なんで長いかっていうと、実際僕もやりながらやってるので、あの長くなってるんですけど、これずっと見てください。これからあの斉藤トレーナーにゴルフのストレッチを教わっていくんですけれども、私とですね、あと小谷コーチという方にねアシスタントになってもらって3人でですねこの動画をお届けいたしますので、ぜひですね、まあ、楽しくですねまず見ていただきたいなというふうに思いますので、ぜひご覧ください。では、早速始めていきたいなと思うんですけど、はい、まず最初はあの前後屈からいこうと思います。前後屈、前後屈、はい、もういきなり苦手なところから始まります ね、 はい、ね、この前後屈、まあ、僕で言うと柔軟性が上がるとかそういうのはだと思うんだけど、はい、ゴルフ的にはどういう影響が。これはですね、前後屈はもう柔軟性可動性の基礎中の基礎でして、まずこの縦の動きがしっかりと確保できてないと、うん、まずあの基本であるアドレスが崩れますね、どうしてもバランス的に。前屈ばっかり強すぎるとこういう風になりますし、後屈が強い方っていうのはこう反ったりとか。なるほどですね。あとはですね、スイング中にこういうブレが出たりとか、こういうブレが出たりとか、この縦方向のミスっていうんですかね、とても増えますので、これをまず矯正するっていうのが最優先になってくると思います。大事、はい、これってやっぱりこう、まあ、綺麗な状態でこう構える、やっぱりいい選手って綺麗に構えるじゃないですか、うん、そうですね、タイガー・ウッズとか、はい、マーキロイとかもそうですけど、うん、あれってそんなにやっぱ意識してる雰囲気ないと思うんだよね、うんうんうん、やっぱ体の状態がやっぱいいっていうことだと、ね、はい、もう意識せず自然と入るっていうのが理想ですね。なるほどですね、はい、コーチ、はい、ポスチャー大事ということですよ、はい、それとやっぱりその体の起き上がり、結構悩んでる方、生徒さん多いじゃないですか、はい、伸び上がらないようにしてくださいって言って、これもまた違うじゃないですか、うん、そういう意味ではその体の前後屈の柔軟性でそのあたりがクリアできるんだったらいいよね、はい、うん、やってみましょうか。はい、お願いします、はい、ましょう、うん、ではまず前屈の、最終的に目標としたいポーズについてちょっと実演したいと思いますので、はい、クラブを使用して、まず肩甲骨の間に置いて肩甲骨をこう寄せるような形にします、うん、この状態で膝を伸ばしたまま、うん、股関節だけ、うん、背骨と膝を伸ばした状態で前屈していきます、うん、これで約90度が目安です。股関節が90度曲がるぐらい、ダメな例としてはこのぐらいちょっと起き上がってしまったりとか、膝が曲がってしまったりとか、うん、背中が曲がってしまったりとか、こういったエラー例があります、はい、なので、背骨が曲がってしまう方は、うん、縦にクラブを使って後頭部と腰がしっかりついた状態のまま90度、これが目安です。あとはもしくは手を下に置いて
指先またはクラブがすねの真ん中に来るぐらいが目安です。こういう前屈とは全く違いますので、背骨と膝をまっすぐの状態でだいたいすねの真ん中ぐらいに来るのが目安です。これがゴルフの前屈。あと片足バージョンもあります。片足バージョンは片足を一歩引いた状態で同じように両膝曲げた状態、これで前屈していきます。これも90度目標でいきましょう。この場合は前足のももの裏がしっかり伸びますので左右差がすごく感じれると思います。これが90度できないとやはりこういうミスですとか、うん、縦方向の、エラーが出やすくなります。なるほど、はい、それで治るか。じゃあやってみようか、はい、本当にね、舐めてもらっちゃ困りますよもう、ね、私もこれでやってるわけですからね、はい、ね、はい、前屈でしょ。前屈です、ね、なんだっけ。肩甲骨を寄せるような形で、こんな形で肩甲骨に合わせて、もう少し下ですね。すいません、この時点で。あ、もう、なんですかね。こんな感じで大丈夫です、もし行かなければ。それからもう少し長いクラブを使っても大丈夫でしょう。はい、あれちょっと体勢が悪いですね。あ、そうですね。来ました。そうですね。来ました。で、肩甲骨の位置に合わせると、しっかり肩甲骨が寄るので、なるほど、なるほど。こういう感じ。このポジションを作ってください。オッケー、オッケー。はい。ここまでいいですよ。その状態で、膝は伸ばします。足は肩幅程度で、うん、そのまま背骨まっすぐのまま前屈していきましょう。じゃあ、いきますよ。はい。ちょっと待って。あれ？え？できてる？今は。できてます？75度ぐらいです。75。なんで？嘘でしょ？なんて言えばいいんですかね。120度って言うんですかね、これは。ちょっと待って待って。嘘でしょ？嘘、嘘。え？90度です。90度ここですね。はい。90度そこ。うん、斜め45度。斜め45度です。嘘でしょ、全然いかん。ただしっかり膝も伸びてますし、腰もまっすぐなので、そうですね、135度ぐらい。これで腰曲がったりすると90度は全然いくと思うんですけど、そうですね。まあね、いい、はい、ああ、この状態でやる。はい、で今ドライバーがものすごくしなってますんで、ここに力入れないようにしてください。はい、めっちゃしなってます、はい、ここは手で頑張っていこうとしてますんで、これはもう力を抜いていただいて。いや、ビシビシに入ります。これ最初からこれ。ちょっと待って、小谷さん全然大丈夫。小谷さんどうですか、ん、足肩幅。あ、綺麗、ね、目線前いけますかね。あ、そんな感じです。あ、すごい。そうです、目線前にした方がここの方刺激が入りやすいので、ここに筋肉に。この時に反っていいんですか。はい、反った方がいいです。むしろ反っていいんだ。はい、クラブ縦でもやってみましょうか。後頭部と腰にしっかりクラブを当てて、ここから離れないように同じく前屈していきます。あ、素晴らしい。長谷川さん安定の135度です。同じ角度、はい、同じ角度安定してます、はい、ここくっつける、はい、くっつけの、はい、安定の。あ、でも130ぐらいになったかもしれないです。ちょっと良くなるの、はい、あ、怪我してる。あの時はでも確か言い訳する、背骨曲げて OK だったんですよね。曲げてた、曲げてた、純粋な前屈だったんで。まあそうそうそう、やって曲げて、純粋な前屈はもう全然いくんですよね。そう、ただ背骨をまっすぐにした瞬間こういう感じになるので、うわ、これで逆につま先についてしまったら柔らかすぎます。あ、柔らかすぎる、柔らかすぎる。そんなこともあるんですか、ね、こういう感じで、はい、それかもう手が長すぎるか、どっちかですね。あ、はい、手短いのかな。いや、長いです。うーわー、またこれ言い訳するようですけど、僕はちょっと怪我したんで、ね、その意味もあるかもしれません。いやいや、じゃない。片足もやってみましたか。いやいや、左右差はどうですか。左右差、はい、両膝伸ばして、はい、そうです。あ、ちょっと待って。これちょっと待って、伸びドライバー折れそうですけど大丈夫です。嘘嘘嘘嘘嘘。いや、これじゃあレディースのクラブだね。ね、Rシャフトです。え、そうです、そうです。左膝もまっすぐ行きましょう。そうです、これ左右差感じますかね。あ、左の方が行くかもしれない。左の方が行きますか。であれば右の方が硬いっていうことになりますね。あ、なんか、はい、
あ、びっくりするぐらい右行かない感じですね。左じゃないの、はい、これ左右差があるの。これは、はい、左右差が出ます。ない方がいい、もちろんできればいいですね。ねじれちゃう、はいはい、それも余裕なわけで。余裕ですね。あ、はい、基本ですね。基本基本だ。そうですね、今ちょうど90度キンキンに来てない。あ、でもそうですね、キンキンに来るよね。張ってる感じ、ちょうどいい、ちょうどいいぐらいですね。張ってる感じはあるんだね。もうもっと行こうと思うとできる。これぐらい、あ、いいですね。これぐらい、もうちょっと顔上げた方がいいな。十分十分ですね。前屈した時に手のひらはつかないぐらいだと思うんですよ。そうですね、ですよね。すげすげすげ、はい、多分このぐらいまで行ってしまうと、そういう方はもう前屈した時に手のひらがつくぐらい柔らかいので、うんうん、それはちょっとかなり柔らかすぎるので、また別の対策が必要になってくると思います。左右差違うかな、マジで左右差あるかな。あ、こっちの方がいきますかね。でもこれに関してはもう90いけばいいので、やりすぎない程度にやっていただければ、はい、なるほどね、はい、こっちはもういかないっていうのにも、はい、妥協案としましては足幅を広げるといくようになります、少し。あ、そうですね、確かに、はい、そうするとももの裏の関与が多少減るのでいきやすくなります。なので縦方向のスイングエラーが多い方は足幅を広げるっていうのも一つの妥協案になります、うん、そうするとちょっと今度は回転しづらいとかそういう問題も出てくるんですけど。え、ってことは、はい、あ、脱線しちゃうと思うんだけど、硬い人ワイドスタンスの方がいい説。それはあると思いますね。もう硬さが原因だけでこういう動きが出てしまう人とかっていうのは比較的今の理論で言うとワイドスタンスで言ったら比較的あの伸びにくいということね。ただ実際伸び上がる方ってそういう原因だけじゃない方が多い。確かに、なので何とも言えないところです。自分のあれとしてはあるな、なんかすごい。あ、いきますよね。120度ぐらいですよね。120度ぐらい。マジかよ、はい、これがまず最初、はい、これが目標ポーズです。目標ポーズ、はい、これが最終です。あ、最終ね。前屈に関してはなるほどなるほど、それで安心しました。大丈夫。波なるために、はい、そうか、はい、びっくりした。結構男性の方はほとんどクリアできないんではないかなと思います。100度とか95度とか。そうですね、はい、これを行うの皆さんもですね、マイケルの朝がこうなってると思いますけれどもやってみてください。はい、では先ほどのその前屈の目標ポーズを達成するために必要なエクササイズ、まず一つご紹介します、はい、はい、ではちょっと膝立ちになっていただいて、横向きのがいいですかね。これで手は、腰で大丈夫です。で、軽く股関節を前に踏み出したら今度は腰を引きながらつま先をタッチします。そうです。膝を伸ばすのを最優先なので、つま先にタッチしなくてもいいので膝伸ばすのを最優先でいきましょう。そうです、この辺がピーンと張る感じありますかね。で、一旦緩めます。緩めるのと締めるのを交互にするのがポイントで、伸ばします。そうです、つかなくてもいいので膝だけはしっかり伸ばします。はい、緩めます。こういう感じ でゆっくりダラーンと力抜いてください。もう一回いきましょう。息を吐きながらいきます。5秒ぐらい、1、2、3、4、5。はい、緩めます。どうですか長谷川さん、さっき右が硬かったんですよね。なので右を多めにやっていただくといいと思います。キンキンに来てます。キンキンに来てますか、はい、左2セットであれば右は3セットみたいなイメージ。あ、なるほど。あ、じゃあ今きつい方やってるんですね、はい、そうです。あ、いいですね。息を止めずにいきます。あ、うわ、小谷さんさすが柔らかいですね。綺麗で、この時にしっかり緩めます。緩める、そうです、はい、緩めるの得意だね。吸って吐く、吸って吐く、あ、そうです。うわ、そういう感じです。これはさこれはきついんですけど、はい、毎回思うんですよね。はい、それはもう我慢。これはそうですね、行き過ぎない程度に、やっぱり無理してつま先触ろうとするとあなるほどね、かかってしまうんで、もう行ける範囲でもうこの辺でもいいのでしっかり伸びる刺激を与えるっていうのがとても大事になります。これ1日どれぐらい。これはですね、5回、これを1として
5回を3、4セットやってほしいです。特に硬い方は。あ、全然左の方がいく。左の方がいきますか。やっぱりそうですね、左右差があると思うので。左触れるもん。そうですね、確かに全然違いますね。え、こんなことってあるの？あると思います。やっぱりそれだけ左右差が、へえ、全然違いますね。あ、全然違う。だからかなりスイングでは右の硬さが邪魔をしている可能性はありますね。あ、はい、伸びしろを感じる。伸びしろですね。はい、このストレッチを少しだけ応用します、はい、少しゴルフに近づけます、はい、今度はこれにひねりを加えます。なので右に回転しながら緩めます。左に回転しながら伸ばします。右に回転しながらまずここを緩めます。で、左に回転しながらももの裏伸ばす。こういう動きです、先ほどのはこういう動きです、じゃなくてこうからのこう。で、これも息を吐いてリラックス、リラックス、はい、やっていきましょう。あたすもあたすもあたすもお願いします。できる。そこから伸ばしながら左に、あ、ここに持っていきましょう。あ、ここ。そうです。あ、すっげーバランスがむずい。そうなんですよ、ゆっくり緩めて伸ばす。あ、いいですね。息、呼吸止めずにいきましょう。あ、ダリさんもいい感じです。先ほどよりも少し縦プラスねじりの要素が入ってくるので、より実践的な伸ばし方になります。そうです、長谷川さん少し膝が曲がってます。あ、そうです、いいですね。すぐサボるから。膝を伸ばすのが最重要です。あ、いいですね。吸って吐く。そうです、吸って吐く。これも3秒ずつぐらいゆっくりやっても大丈夫ですんで、あまり急がないようにいきましょう。いい感じです。前屈にもいろんな要素があるんですけど、前屈を邪魔するいろんな要素のうちの今は主に膝周辺ですね、膝からももの裏にかけて、はい、ですね、はい、気に冷えてます。気に冷えてます。開示が出てきました。開示が出てきました。ざわざわしてます。ざわざわしてます。はい、では次は後屈をやっていきます。後屈はですね、やはり一番苦手としている方が多いですね。というのもやっぱり現代人は椅子に座っていることが多いので、椅子に座るということはこういう少し前屈の姿勢になるんですよね、うん、で、猫背も言ってみれば前屈の分類にはなるので、うん、開くとか後ろに倒すという動きはすごく苦手な方が多いです。これがかっこ悪いアドレスの原因だったりとか、縦のミスの原因の一番になりますので、うん、あとは後屈ができないとパワー的にもすごくロスします。うーん、なのでここは最重要と思っていただいて、後屈ができないと、はいはい、なんでこれも助走みたいな形なんですけど、やっぱりしなりが出なくなるんですよね、体に対して。あ、なるほどな、はい、なので後屈っていわゆる背筋のパワー、お尻のパワーと直結してくるので、これが硬いっていうことはその一番大きいパワーが使えないっていう状態になります。後屈もやる。後屈もやるでしょ。はい、後屈の最終目標のポーズは2つあります、うん、1つ目はブリッジです、うん、でブリッジは男性アスリートでも苦手な方は多いです、うんうん、っていうのも筋肉がついたりとかしてくると物理的にどうしてもしっかりと子どもの頃のような橋のようなブリッジやるのが難しくなってきます、うん、なのでちょっと私もそうなんですけども、起点のブリッジはできないのでそれもお見せしたいなと思うんですけども、うん、あとは小谷さん女性で、しっかりスイング見た感じかなり反りそうな感じあったので、はい、それもちょっと見させていただいて、まずお手本としてやっていきたいと思います。もう一般的なブリッジですよね、はい、そうですね、手を後ろについて肘を伸ばすという形になりますので、これはかなり、レベルが高いので、もう一つブリッジの他にも用意してます。はい、しました。まずはではブリッジからやっていきます、はい、
これいきなりやってしまうと怪我するので、うん、もう明らかにできない方はやらなくて結構です。はい、ちょっとまず僕の感じから、こんな形で手をつきます。このままこういう感じですね。うわ、これでもやはりダメなの、これで肘が伸びなかったりとか、やっぱりカーブもこういう均等になってないと思うんですよね。今から物理的に変えるっていうのはかなり難しいので、そこは、無理していただくて構わないんですけども、今ぐらいできるのが最低条件というか、うん、男性の目標にはなってくるかなと思います。はい、ではちょっと小谷さんもお願いします。はい、あ、素晴らしいです。肘が伸びてカーブが均等になってるんで女性はもうこのポジション目指していただくのがいいと思います。すごいな、はい、エヴァンゲリオンに出てきそうですね。いきなりやってしまうと、はい、痛めてしまうので、はい、これはちょっと体温まってる状態とかスイングした後とかの方がいいと思います。私はどうしたらいいでしょうか。明らかにできる雰囲気なんですけど。そうですね、一応やってやりましょうか。じゃあとりあえずね、お約束のやつやります、ね。はい、指先が上です。舐めてもらう、そうですね、舐めてもらうと困りますよ。おおおお、肘が綺麗な直角です。こういう感じですね。あ、はい、オッケー。仕事終わった。よくまあこうできるね。はい、ああ、もう絶対イメージ湧かないわ。そうですね、これはもう筋肉の伸び縮みだけではなくて背骨とかの問題も出てくるので、どうしても難しい方は難しい、難しいので、はい、次のポーズをちょっと現実的かなと思うので、次の目標ポーズご紹介します。次はこれシブトレでもやってるんですけども、 D ポーズって言いまして、こちらはまずつま先立ちの状態でかかとを触ります。その状態で横から見て D になるように手でかかとを押して肩甲骨を寄せながら反っていきます。こういう形。もし余裕がある方であれば足の甲をついてやるとさらに深い D になります。こういった感じ D だ。さらに余裕がある方は片手を上げたりとか、こういうこともやっていきます。いや、美しいね。D だったら大丈夫じゃないですか。さすがに D は、 D はね、さすがに、もうさすがに、あ、できそうな気がする。もで膝は曲げていっていいんですか。はい、大丈夫です。でこのまま、そのままあれですよ、ね、お腹を突き出して肩甲骨を寄せます。お、綺麗な三角形です。え、 D じゃないの。 D ではないですね。こういう三角形になってますね。ちょっと押しますよ。ここはもっと入ると綺麗な D になります。お、これ何が足りないかというと、これも後屈ですね。後ろに倒れる柔軟性。ちょ、戻れないです。これをかかとの上とかに置きますと、うん、こういう形で置きますと、うん、楽になります。はい、段差をつけて枕とか。いやー、もう妥協案大好き。ここを支点にしていただいて、そういう感じです。で、ぐっと肩甲骨寄せて、前側が伸びる感じありますかね。いや、めっちゃ伸びた。もうここから始めましょう。まずは呼吸を止めずに、そうです、そうです、はい、これも10秒ぐらいいけますか。え、7、8、9、はい、戻します。はい、おこんな感じで、おおなんか健康になって気がする。はい、渡さんは柔らかいと思うんで、ここで、はい、足の甲をつけていきましょうか。はい、ああ、はい、いい感じです。綺麗ですね。D、片手離せますか。で、天井に向かってこういう感じです。そうです。あら、いいですね。反対も行きましょう。お、素晴らしい。いい感じです。すごいね、はい、すごいすごい。イメージはこうなんだけどね。はい、そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。私じゃない。後屈もやはり2つの要素があって、前側がしっかり伸びるっていうことと後ろ側が縮むこと、この2つが大事になってきますので、対策のエクササイズとしましては、前側を伸ばす、もしくは後ろを縮める、この2種類になってきます。
壁ブリッジは後ろを積極的に使っていく系、さっきのエビ反りみたいのは伸ばす系、もしくはこういう、こういうのもあります。こういう感じで立って、それはできるでしょ。これものすごい背中使うんですよ、これ。バカにしてる。バカにしてもらっちゃう。困りますね。ねえ、それは誰でもできるでしょうよ。もう一回やってみてください。これいきますね。ね、壁にしっかり立ちます。このまま両手を伸ばしたまま、お尻だけ引いて下がります。これだけです。ここまで妥協案を出してくれるのも本当にもうこれもブリッジと同じ背中の筋肉の強化になりますんで、ね、はい、これで下がるだけですよね。下がるだけです。なんかすごい音になりました。この辺使っていく感じありますか？めっちゃあります。ありますか？いいですね。え、同じぐらいできてるでしょ。え、ちょっと今ズルしてるのは、ズルしてる、妥協案じゃなくて膝をこう、膝を開いて逃げてます。はは、なので、ああ、つま先ちょっと下げていいので、できればつま先まっすぐで、今長谷川さんこういう感じです。それと尊敬、そうですね、なので、ああ、そうです、そのままもう少しいきましょう。そうです、この辺を、ああ、すごい、これブリッジの感覚と似てないですか？すごい、え、こんな地味なのに。そうなんですよ、これでいいわ。見た目の5倍きついです、これは。全然。で、もし柔らかい女性の方であればもうつま先つけちゃいましょう。そうです、下がれないですね。あ、いいですね。下まで行くんですか？あ、でも確かに、あの感じ、あ、横からのがいいんじゃない？横から、この感じ、横から、これこれこれ、この反ってる感じですね。あ、これすごいね。素晴らしい。あ、これできないもん。背中効いてますか？効いてます、めっちゃ効いてます。はい、俺なんか 板な感じがするもんね、やっぱね。そうってね、これは一つエクササイズとしておすすめです。手軽にできるエクササイズです、ね、手軽ですね。壁があったらできる、はい、壁があったらできます、うん、今の背中だよね。だから背中を寄せるのも苦手。このままこれだけでもかなり背中に刺激が入ります。このブリッジのイメージで手を30センチぐらい離すイメージ。3センチぐらいですかね。え、全然いかん。あー、いいですね。あらららら、もしできない場合は少し壁から離れます。こういう感じで、で胸をつけて振ります。これすごいです、マジで。いや、やってみたらできないって。あ、そうですね、そのぐらいで。さっきよりいきますね、少し離れた分。痙攣してるみたいな。ここ気持ち、自分の中で痙攣してます。これもやはりこう、これなんだ、背中の筋肉が縮むっていう感覚がやっぱりない方がほとんどなので、うん、こういうエクササイズで毎日刺激を入れてあげると徐々に伸びていきます、うん、はい、なるほど、はい、全然違うもん、できないわ。難しいですよね。道人がやってるのを見るとなんかね、楽そうに見えるけど、うん、むず。今のやっていくと最終形に近づけると。そうですね。なるほどですね。先ほどは直線運動だったんですけども、はい、今度回転の要素が入ってきますので、より複雑な動きになってきます、うん、これね、僕できるんじゃないかと。お、まあ、自信ありますか？振りじゃないです。僕ね、やっぱりほら、常日頃からこのソックスの、ね、回線のところもうすごいね、偉そうに言ってるわけですから、はい、声を大にしていつも言ってるわけなんで。そうですね。これできなかったらね、まずいなと思ってますんで。、はい、今日もよろしくお願いします。やっていきましょう、はい、よろしくお願いします、はい。そんなわけで、まずどっから行ったらいいですか？はい、ではまず側屈の目標ポーズからやっていきたいと思いますので、はい、ではクラブを使用します。まずアドレスの時点で側屈っていう動作は起きないんですけども、バックスイングでも、例えばバックスイングでは左側屈ですね、主にこういう動きがなってきます、うんうん、でそこからの切り返しでは今度は右の側屈が入ってきますので、はい、側屈が崩れると前傾角度が崩れる原因になります。なのでしっかりと動きを出していきたいと思います、はい。ポーズは簡単です。足を肩幅に開いていただいて両手を上げます、はい、そのままクラブが垂直に立つまで体を横に倒します。垂直が目標です。で、悪い例としては体が閉じてしまうとか、胸とへそが正面を向かずに反ってしまう、膝が曲がってしまう、肘を曲がってしまう、こういう形になります。胸とへそ正面のまま肘伸ばして90度、これ目標でいきましょう。
もうシンプルですんで。自信なくなってきた。垂直？角度計はもうすぐ。間違えてないですかそれ。垂直です。そうですね、足肩幅で。あー、惜しいですね。あー、はい、もうちょっと。こっちがいかないか。そうですね。もう骨盤もしっかりスライドして大丈夫なので、脇腹全部伸ばすイメージで。あ、こっちにスライドしていい。はい、大丈夫です。あー、でもこれ。もう少しですね。あ、もう少し垂直までいかない。はい、あと10度ぐらい。右の方がいってる。同じぐらい。同じぐらい。あー。はい、あー。いや、なかなか。あ、でも自分が思ったよりいった。もうちょっとです。もうちょっと。はい。垂直。素晴らしい。安定ですね。頭はいいんですか？はい。もっといけますかね。え？柔らかいですね。垂直い。これは柔らかすぎる。柔らかすぎる傾向がありますね、今のこんな感じだと。これでも大事。これ大事です。大事大事大事。すごくシンプルにできる。うん、確かに。これ自体もストレッチになります。確かに確かに。これだけでもいいですね、はい。垂直を目指そう。みんなクラブ持ってるからね。そうですね。うん、手軽にできますね。これもですね、5秒キープを6回から10回ぐらいやりたいですね。で、一つレベルを落とすストレッチとしましては、うん、クラブを上げるのではなくて担ぎます。この状態でこれも90度目指しましょう。これ何が違うというかというと、腕の要素が入らないので、この辺の硬さが排除されます。なるほど。単純なこの辺の柔軟性のみになりますので、これもあの鑑別として、あれあれいかないですね。あれこっちはいかないですね。上よりは体幹部分の方が硬さが邪魔している可能性が高いっていうふうに言えると思います。なるほどなるほど、はい、小谷さん完璧です。90度いってます。あららららら、あ、いいですね、いいですね。あららららら、気持ちいいですね。いいですね。深いでしょうがないですダメな例としましては、もうクラブがもうこの最初のセットポジションから外れてしまう、こういう状態。うん、これずるずるですね。明らかにしたいしたいしたい感じ、したいしたい、見られてるからちゃんとするけど、はい、なるほどですね、はい、これだ。僕の場合はそうです、ね、体幹部分に問題があるこっちでやった方がいいかもしれない、ね、そうですね。主に瀬川さんの場合はさっき手を上げた時はある程度いったので、この辺は柔らかいのかな、うん、でもむしろ今手を下げて硬いので、この辺が問題あるのかなっていう形。これあの肉が邪魔してるってことはないですか？もちろんあの多少あると思うんですけど、長谷川さんであれば大丈夫だと思います。大丈夫ですか？大丈夫です。単純にそうでした。はい、腕を上げた状態で90度が最終形です。少し手が前に出ているので体逃げてます。逆です。そっちです。で、今横から見ると分かりやすいんですけど、手がこっちに、こっちに逃げますよね。はい、なのでここをキープしてほしいです。クラブをこっちですね。ここです。そうです。あ、こうするとこっちの要素が入ってくるんで、先ほどのはちょっと逃がしてた感じですね。ズル。得意のズル。悪く言うとズルですね。得意のズル。これでも。さっきの後屈の影響であるってことですね。あ、そうです。今の感じで、今だとやっぱりもう完全にこっち側のやつが厳しいもん。そうですね。後屈する必要はないんですけど、自分の中ではま、はい、っすぐこのズルしたくなる。このプレーン上動いてください。この、そうですそうです。ああ、はい、うわー、これ外れるだけで全然行きますんで。確かに、はい、あ、そうなってると、はい、あ、分かんない。逆にこっちに行くのは危ない危ないですね。危ない危ない、はい、真横で、真横、もうここで上げたら真横に。これもゴルフと一緒で、やるなら動画撮ったやった方がいいね。フォーム大事なんだ、ね、そうですね、うん、鏡の前でやるとか。見てる余裕ないもん、ね、なんかあるといいですね。こうやってあの手が前に出ないように。ああ、そっかそっかそっか、はい、あ、そうですね。それこそ壁とかは、あ、いいと思います。こういう感じで。あ、なるほどね、はい。あ、いいですね。あ、これなら角度も分かるかも。すごいすごい、あ、すごいすごいすごい。お、だんだん伸びてきましたね。あ、ま、伸びてきた。あ、でも、うそ。あ、そうですね、80度ぐらい。右はいいですね。おー、そう、はい、左がいかないっていうことは、バックスイング側で少し側屈が邪魔する可能性があるっていうことですね。なんかね、ゴルファーはそんな気がする。
あこっちはちょっと硬い、やっぱレッスンしててもこっちが入る、俺が言うのもなんなんだけど言うのはすごいんで、こっちが入りが悪い人がやっぱ多いよね気がする。だからやっぱバックスイングでさ、もうこういう風にフラットショルダープレーンってこういう動きになる人が結構多いから、ね、いつもここはこうだよってすっごい言ってんだけど、やっぱり実際スイングするとこうなっちゃったりするから、はい、それも完全に柔軟性の可能性高い。そうですね。なるほど。日常生活で側屈を意識する機会ってほとんどないので、確かにこういうのをやることでスイングに意識が行きやすいっていうのもあると思います。日常生活 ないですもんね。ないですね。悩む時ぐらい、悩む時ぐらい、ね、なんでだろうっていうぐらい。そうですね、はい、結構その今のストレッチとか方向性があるんで、うん、なんかそのレッスンをやる前のレッスンに組み込んじゃってもいいかもしれない。そういうことです。いいのがありますんで。いいの、お願いします。やってみましょう、はい。バナナポーズです。バナナ。簡単に見えるんですけど、うん、もう釣りそうになるぐらい入ります。体に。まず仰向けに寝ます。はい、で両手を上げてください。うん、でこのまままず右足、うん、左足、うん、で体を浮かせて。これでキープです。浮かせていいんですね。はい、もう釣りそうです。嘘、はい、そんな風に見えない。いや、右足を横にステップします。はい、それに沿わせて左を合わせます。そしたら両手を合わせましょうか、こういう形で。で、はい、背中を持ち上げて右に倒しましょう。あ、こっち、そうですね、回転ではなくてん、このままこういう感じですね。あ、体ごと斜めこう、そうです、そうです。背中をつけたまま、背中もうバナナのように、バナナ、あ、こうか、そういう感じです。側屈です、回転ではなくて。あ、側屈、側屈なのでこうね。手は上げたまま、あ、上げたままこういう感じです。そうです、そうです。これさ、できてんのかな、縮める方がきついね、俺の場合は。これは右を縮めて左を伸ばすんですけど、ああ伸ばす効果はあまりないので、右を縮めるだけの意識です。これすっげえこっちがきつい。そうなんですよ、そうなんですよ。もう釣りそうなぐらい。釣る釣る。全然大丈夫。あんまり効き目がないです。であれば、ずるしてんじゃないの？であればもうちょっと右足を横にして。はい。あ、そうです。すごいこれ。せーので持ち上げますよ。はい、せーの、せーの。今度こっちも持ち上げます。せーの。そうです、そうです。柔らかいですね。でそのまま深呼吸して右が縮むイメージで、うん、ああ安坂さんちょっとこうお尻が浮いちゃってきますね。やっぱ浮いちゃってきた、はい、そんな感じ。ああこれまたこれだって、もうこれだけです。これも1分ぐらいいるだけで全然効いてきます。うん、ああこれね、はい、多分イメージしている形とこう写真撮られた時のイメージって全然違うと思うんですよ。これも今も肘がもう曲がってしまって体もあれなので、こういう感じ、もうバナナのイメージで、こんな感じです。これはもう矯正エクササイズ、姿勢を矯正するためのエクササイズ。逆もいきましょうか、はい、左一歩右を合わせる、で手を両手で伸ばしたら背中を浮かして右に、そうです。これやっぱ左がきつい。俺そうですね、これもつるつる、これも力まずに深呼吸していきます。こういう感じでいいですね。何秒ぐらい、これもう1分ぐらいいきたいですね、はい、いいですね。あ、ちょっと余裕ですかね。余裕ですね。そうだろう。これは比較的あのやりやすいエクササイズなので、柔らかい方にとってはあまりきつくないかもしれない。いやいや、このままでいきたい。いやいや、これ全然楽じゃない。全然楽じゃない。全然全然なんともない。はい。お、素晴らしい。でも動き良くなって気がする。うん、そもそもそんなに体がじゃあ柔らかい人はあまりきつくないトレーニングっていうことであれば、はい、逆にじゃあこれができてないと結構そうですね。というか、そうですね。でも影響はあると。はい、だからスイングで言うとずっと意識してないといけない感じになっちゃう、うんうん、だから要はそういう人ってこうやって
体が開いていっちゃうスイングの人なんだよね、こうやっていわゆる突っ込むっていうミスじゃん、うんうん、だからそういう人は基本こうなっちゃうから常にこういう感覚を持ってないとボールがまっすぐになるじゃん、うんうん、そうですね。そうで18ホール回るとずっとそんなの意識してらんない、うん、あそこに打ちたいとかさ池があるかなとかやってるのに、うんうんうん、打つ時になったらここ注意してなって言ったらまっすぐいかないからやっぱりそこはできた方がいいよね。これはそうですね、事前のセットアップとしてやるのがおすすめです。確かに、はい、今もこれ現時点で動きいいもん、うんうん、滑らか。次はですね、今度は積極的に伸ばしていくポーズになりますのであぐらをかきます。この状態で肘をつきます、うん、でそのままこちらの膝が浮かないようにだらーんと、もうこれリラックスです。これも右側を縮めて左側を伸ばすポーズになりますので右側を倒すように力を入れながら左を伸ばしていきます。なので右のエクササイズであり左のストレッチであるっていうあの両立ができるのでグッともう体はこっちに思いっきり力を入れてください。いいよこれ。で自分の筋力で左側を伸ばすイメージです。なるほど、やっていきましょう。では右肘を真横につきましょう。はい、そうです。そのまま膝が浮かないようにしながら、これもですね、耳のラインですね。はい、で、手はだらんと。で、右に倒すようにぐーっと押し込んでください。ああ、これね。そうすると左が伸びてくる感覚が分かると思います。はいはい、もうこれ脱力だけであれば、ただ左が伸びるだけなんですけど、積極的に右に倒れようとすることで、右の腰、脇腹に効いてきます。これも1分ぐらいいきたいですね。はい。これも後ろに倒れてしまう方は壁際でやるといいと思います、うん、まず膝が浮かないことと、はい、膝がはいこれあそんな感じで大丈夫です。で左肘をついて、はい、そうです。いいですね、耳のラインコリコリ、そうですそうです、いい感じです。で左側に腹筋をするイメージですね、床に向かって腹筋をするイメージをすると右がさらに開いていきますので、長谷川さん手がだいぶ前に出てますね。だいぶ耳のラインです、そこです、このライン寄らなくていいよ。長谷川さんさっきここにありました、手がズルしてました、はい、寄らないズル寄らない手が出てしまう方は壁際でやるといいですね。こういう感じです。ああこれね、ああそうです、うん、これだけもう1分でいいんで、で呼吸止めずにいきましょう。はい、こんな感じで、うん、うん、これはそう、これは反対側も来てるね、エクササイズも効いてる、そうですね、これはもう一石二鳥です、これは一石二鳥だ、はい、すごい滑らかに入る、いいですか、うん、側屈がびっくりするぐらい意識できない方にはすごくいいね、はい、回線ね、次回線いきましょう、回線いっちゃいましょう、はい、回線はですね、やはりこれが硬い方が非常に多いで、ゴルファーは左回線が柔らかい方が多いですね、うん、そうだよね、右回線が硬い方が多い。ボールのポーズとしましては横に寝ていただいてこういう形で膝と両手を合わせます。そのまま手が反対の床につくぐらいが目安です。このぐらい、これでしっかりと胸、脇腹伸びていればしっかりと胸が回っています。余裕がある方であれば膝をクロスして床につけた状態で膝を押さえて開いている形、これに関しては逆に手が床についてしまうとちょっと回りすぎかなっていう感じはあります。なので目安としては膝をつけた状態で床につくぐらい、これが右も左も両方できるっていうのが理想です。膝を軽く曲げて両膝と両手を合わせま す, そ, うです、ね、そのまま腰が開かないようにここ固定した状態で手だけ開いていきます。あ、硬いですね、いいですね、えこれくっつかないよ、これこれで息吐きながらいきましょう。佐藤さんも両手をまず合わせたところか ら,、はい、ここからそうですね、こっちこっちからですね、で今ちょっと腰押さえますよ、はい、ここは絶対動かさないでください。あ、余裕ですね、佐
さすがです。余裕で言ってる、いい感じです、うん、あでも長谷川さんもさっきよりは言ってます。なのでポイントとしては1回緩めるのがポイントです。あーそうかそうか、緩めてあげる弛緩ね、はい、弛緩と緊張の繰り返しで筋肉っていうのは伸びてくるので、あそういう用具が欲しいんです僕ね。そうです、で息を吐くときに伸ばす。あいいですね、ちょっとこっちがついてきてるので。そうですね、これも多分あと 5,6 回やったらつくと思いますよ。へえ。いいですね。もうつきますね。あ、本当だ。はい。あ、ついた。弛緩と緊張が一番のポイントです。うん、もう一回ぐらいいきましょう。あ、いいですね。あ、確かにゆっくりになるね。はい。これもスイングの前にやってあげるだけで全然。あ、全然違うね。はい、変わります。ああいいですね。今はでも逆やってからやると緩みやすいです、こっちの方が。これでもフォローの方だもんね。フォローの方、あこっちの方が行きやすいね。ゴルファーは柔らかいですね、左の方が。緩めてついてこない。なんかいい気がする。いい感じ、うん、もう完全に滑らかに動いてる。回線もやっぱりいろんな要素があって、今のはもう胸椎の回線って言って、みぞおちから上ですね、あとは股関節の回線っていうのもあります。あ当然ここのこういう動きも入ってきますんで、うん、ここにあと、ちょっと細かいですけど足首もちょっと回るんですよね。この辺も5度ぐらいこういう動きがあったりとか、うんうんうん、肩甲骨の出し入れでも回線って変わるので、うんうん、こういう動きでも変わってくるので、うんねうん、いろんな要素が複雑に絡み合うんですけど、うん、中でもやはり一番大事なのはこの回線、ここかなと思って、うん、これをしっかり先ほど手が床につくぐらいをまず確保してあげるというのが最優先になってくると思います。はい、股関節は、股関節が結構難しいんですよね、目標ポーズとしては。まず回線で目標ポーズあるとして、エクササイズだけやっちゃおうかなと思うんですけど、うん、エクササイズだけやっちゃいいですかね、うん、今度は回線と側屈が両方合わさったポーズ、うん、コンビネーション、はい、これでさっきはこうだったんですけど、ほう手をついてからこれ前屈ですよね、はい、前屈から6時これで側屈、うん、回線、うん、前屈、うん、全部コンビネーションです。こういう感じです。6時全部乗せ、後屈がないだけですこれは。うわ、なのでいきなりここからこういってもいいですし、まず前屈して両手をついてから手を伸ばすでも OK です。で前屈が硬い方はこういったものを用意してやることで単純な側屈と回線のみっていう分け方もできます、うん、なるほど。まず前屈ですね。で手で床を触ってから手を天井に向かって、で目線もつけていきましょう。あ完璧です。長谷川さんは6時10分ぐらいです。え、あ、6時7分ぐらいですかね。あ、小谷さんは逆にちょっと回りすぎて5時55分ぐらいになってます。なのでこれはベクトルの方向としては上です。そうです、こういう感じで。よく言って、まあ、あと3度じゃん。あー惜しいですね。あーでも全くできない感じじゃないね。はい、長谷川さん今惜しいのはやっぱここが丸まってる分行きづらいんですよね。あなんでこれがグッて入ってくると。なるほど、なんでそういう意味では後屈も大事です。これそういうことだね。はい、あそっか、この状態だと。ああ、そうですね。はあ、これもだから背筋力を使って意味で後屈も入ってきます。背筋力がない、これどうですか、このプランは。おお、ほぼなんかこれがあるからできたみたいな、あんまり好きじゃないですね。いやでもそうだね、はい、後屈だねやっぱり。後屈も後屈ですね。だからそういう意味では、まあ、今の4つの集大成ポーズになってくると思うんです、ね、うん、なるほど、はい、いやすごい、こんなイメージで今のはいい。こんなイメージ、これイメージこのぐらいでやんないとハンドファーストで打てないから。これがこうなった感じですかね。うわ、これがこれ。うわ、サムネいいね。はい、こ
これはやっぱ練習前にやった方がいいな。いいですね、これは、はい、意外と僕得意なんじゃないかと思ったけど、うん、割と前屈とコークスよりできた感じはありますけど。そうですね、自分なりにはですけど、はい、でも側屈回旋もその前屈後屈の硬さが少し足引っ張ってる感じはありますね。確かに、はい、なのでやっぱり基礎は前屈後屈ですんで、そこをしっかりやっていただくのがいいと思います。それはまずは前屈後屈。そうです、あ、やっぱそういうことなんですね、はい、分かりました、コツコツやりたいと思います、はい。